私は大統領としてこの国と世界に向けて宣言するためにここにいます。この記念碑は決して冒涜されません。これらの英雄たちは決して汚されることはありません。彼らの遺産は決して破壊されることはありません。彼らの功績は決して忘れ去られることはありません。そして、ラシモアさんは私たちの先祖と自由への永遠の賛辞として永遠に立ち続けるでしょう。 私たちの遺産を消そうとする者たちは、アメリカ人に私たちの誇りと偉大な尊厳を忘れさせようとしています。そうすれば私たちは自分自身やアメリカの運命を理解できなくなります。アメリカ国民の皆さん、今こそ声高に強く力強く声を上げ、私たちの国の完全性を守る時です。私たちは、 独立宣言の理想を宣言します。アメリカの未来は私たちの手の中にあります。そして皆さん、最高の時はまだ来てはいません。 共に私たちはこれまで語られてきた最も偉大な物語の一つ、アメリカの物語の一部です。それは正しいと知っていること、真実であると知っていることのために全てを危険にさらしてきた国民の壮大な物語です。243年前のこの日、建国の父たちは独立を宣言し、神から与えられた 私たちはアメリカ人であり、未来は私たちのものであることを決して忘れません。アメリカの独立の精神は決して色褪せることもなく、決して失われることもなく、永遠に君臨し続けるでしょう。国中のすべての国民の皆さん、 輝かしい独立記念日をお過ごしください。素晴らしい7月4日をお過ごしください。はい、皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今は2024年の7月の5日です。独立記念日、アメリカでは独立記念日が7月4日ですので、その関連の動画がアップされております。今ご紹介したのは2つとも、 現職大統領の時の映像ですが、なんともね、日本人、なんかこういうこと言ってくれる人いるといいよなと思いますよね。私たちもこのような精神で日本を守っていきたいなと思います。はい。そして最新版のトランプさんの7時間前に出されたメッセージです。 皆さん独立記念日おめでとうございます。無能な大統領も含め、皆さん独立記念日おめでとうございます。彼は検察官を使って性敵を攻撃し、討論会中に犬のように窒息しましたが、海外旅行、休みはたったの 12, 12日間です。海外旅行のせいにしようとし、その任務が終わると風のせいにしました。それならなぜ彼が認知能力に問題があるという人がいるのでしょうか また、民主党の新たな挑戦者となる可能性のあるラフィン・カマラ・ハリスにも敬意を表したい。彼女は民主党の指名プロセスで振るわず、ナンバー2からスタートして、アイワに行く前に敗北して脱落しましたが、だからといって、彼女が非常に才能のある政治家ではないということにはなりません。 彼女のメンターであるサンフランシスコの偉大なウィリー・ブラウンに聞いてみればわかります。私が褒めなければならないもう一人はジャック・スミスという名の気が狂った梅田の検察官で彼は負けた全ての訴訟で自分の中で伝説になっています。腐敗した検察官たちは根性のねじくれ曲がった梅田のために懸命に働いていますがそれでは十分ではありません。アメリカを再び偉大にしましょう。 というものですはい、そして今日のトランプさんの書き込み他にもご紹介しますこの世で最も意地悪で悪質なインタビュアーはフェイクニュース ABC のジョージ・スローパート・ポロスだ 同局は業界で最悪で最も下劣な放送局の一つ。実際この放送局は、ロノ国、ロノ国、ロノ国の熱造に関するブライアン・ロスの報道があまりに突飛だったため、ABC はロスを前例のないレベルで擁護した後、ロスを解雇し、その評判を終わらせざるを得なくなりました。 不名な記者ののブライアン・ロスの本拠地です今や ABC と小柄で怒りっぽい男リトル・ジョージは根性のねじくれ曲がった梅田との本物のインタビューを行うことで過去の無分別とジャーナリズムの失敗を埋め合わせることができます。彼のまともな答えをいくつか公表しただけの切り詰めた宣伝ではありません。 ジョーがなぜ司法省などに指示を出し、性的である私を違法に攻撃することを許したのか、世界に知らせましょう。このようなことは、これまで我が国で起きたことはありません。また、なぜ彼はソロス系の検察官全員、特に精神異常者のジャック・スミスのような負け犬を使ったのか、その理由を問うべきです。証拠は反駁できません。根性のねじくれ曲がった梅田は、臆病者だ。まが2024。 はいそして最新版一番新しいメッセージです私には悪徳梅田の無能さの謎に対する答えがありますもう一度討論会をしましょうただし今回は何の制約もなく私たち2人だけでステージに立ち我が国の将来について語り合う全員参加の討論会です 最初の討論会の視聴率は記録的な高視聴率でしたが、今回の討論会はその形式ゆえに全てを吹き飛ばすでしょう。梅田にかつて偉大だった我が国に何百万人もの人々や見知らぬ場所からやってくる多くの凶悪犯罪者が流入する中で、なぜ国境解放を望むのか、なぜ男性の女子スポーツ参加を望むのか、 5年以内に全ての自動車を電気自動車にするよう要求するのか、なぜインフレが蔓延して国民を破滅させるのを許したのかなどについて説明させましょう。それはまた大きなプレッシャーのもとで彼の能力またはその欠如を証明することになるでしょう。同様に私にとってもまた別の試練となるでしょう。 私たち2人だけで、1対1で、昔ながらの討論会をしたら、どんなに素晴らしい夜になるでしょう。いつでも、どこでも、どんな場所ででも、というメッセージを発しています。はい、次に、トランプ大統領の移民政策に関するメッセージが動画で出ておりますので、そちらもご紹介します。 こちらは X からです。虎親分は就任初日に不法移民への生活保護を廃止し、梅田の仮借放権の乱用を阻止するために講じる措置を発表しました。とあります。それではこちらも音声は消し,して動画を流したいと思います。根性のねじくれ曲がった梅田は世界中から不法移民を我が国に輸入するという止まるところを知らないコンベを走らせています。そして、 梅田の国土安全保障省は、いわゆる仮釈放権限を乱用して、退役軍人を含む多くの方を遵守する国民よりも、多くの政府給付を彼らに与えています。我が国の退役軍人は利用されています。我が国の国民は利用されています。これは非常に不公平であり、この恐ろしい権力の乱用に耐えられるものではありません。 何百万人もの不法移民が何十億ドルもの福祉給付を受ける資格を得ることになります。それはアメリカの納税者であるあなた方のおかげです。つまり、根性のねじくれ曲がった梅田は国境と主権を放棄しているだけでなく、苦労して覚醒だお金を盗んで、 我が国にいるべきではない人々に再分配しているのです。彼らは自分の国にいるべきです。これは誰にとっても持続可能ではなく、もちろん我々にとっても持続可能ではありません。米国は数兆ドルの負債を抱えています。しかし、極左民主党は不法移民に公的給付を違法に分配しながら税金を大幅に引き上げようとしています。 極左共産主義者はあなた方を憎み、我々の中流回帰を憎んでいます。梅田の計画では不法移民に支給される給付には、フードスタンプ、無料の医療、生活保護給付、その他信じられないようなプログラムが含まれます。さらに梅田は不法移民に労働許可を与え、アメリカ国民から仕事を奪っています。 そして、もし彼らに子供がいれば、その子供は自動的に市民権を得るだけでなく、不法移民世帯に流れる大量の追放、追加政府給付金のロックを解除します。その間、私たちの退役軍人は苦しみ、私たちの国民は苦しみます。私の新しい政権の初日に、私たちはこの悲劇を止め、勤勉な中流階級の富を守ります。 私は仮釈放権限の不当な乱用を止めます。不法移民が公営住宅に入居できないようにする措置を復活させます。不法移民のすべての労働許可を取り消します。そして将来の大統領がこのような方法で福祉給付金を分配する権力を乱用するのを阻止する法案を議会に提出するよう要求します。すべてはアメリカの納税者にとって支払われています。 不法移民の子供たちに自動的に市民権を与えるのと同じです。福祉は世界中の人々を引きつける巨大な磁石です。彼らはアメリカに来たがっています。彼らはアメリカの納税者の汗と貯蓄を食い物にしたいのです。これは不公平です。ただそれを許さないというだけではありません。私はこれを全てすぐに終わらせます。ありがとうございます。というメッセージです。 まるで日本のことを日本のことを言われているようですよね。同じなんですよね梅田政権がやっていることと岸田政権がやっていることまあ岸田政権だけじゃなくてここ、ね、23体の政権が全部そうだったのかもしれないんだけど特に岸田政権のやっていることはもう共産主義政権そのものです。その辺ねみんな 指摘していいいいいった方がのいいのではないのかなかと思います私たちの富を食い物にして宇野国にも山のように、えっと、何十兆円っていうお金をね宇野国にもあげてるんですよね。そして宇野の国,のの国の話をしたついでに申し上げますと また別な動画でお知らせしたいと思いますが、宇野国のね、ジャーナリストさん、女性の方なんですが、彼女のメッセージをね、ぜひ皆さんに聞いてもらいたいというのがありますので、そちらもあの待っていてください。本当にね、岸田は犯罪に手を染めてるんだよって言いたいです、私は。はい、最後なんだかあの、か <laughs> せっかくの、 独立記念日アメリカの独立記念日を祝うお話なのに最後にこんな話をしてしまいましたがはい日本も本当に深刻な状況になっていると思いますそれではまたありがとうございました